イランによるイスラエルへの大規模攻撃を受け、林官房長官は先ほど会見で、深く懸念すると表明し、現地の日本人の保護に万全を期す考えを強調しました。林長官は これまで現地の日本人の被害の情報はないと説明しました。また、外務省は昨日事態が緊迫化しているとして、イランへの渡航や滞在を予定している人に対し、渡航の中止を呼びかけました。イランにはおよそ400人の日本人が滞在していて、外務省は出国希望者は商用便が運航されている間の出国を検討するよう求めています。